いくら？いくら？今日は、お腹空いたらこうしとくか。これ、開閉が3段なんですよ。3箇所。4箇所っていうのがあるのよ。そっちの方がいいんだけどね。4箇所。これだと開きすぎなのよな。この途中が欲しいわけよ。伸びろ。これぐらい開いてるとちょっとの後では倒れないから、こう足引っ掛けちゃったとしても倒れないから、こんな感じで今日は使うよ。こんな感じでな。えんやとっと、あ、ついてねえ。おえ、あ、そうか、ここついてんだ。忘れとった。ただいま本体にこのアルカスイスのプレートがくっついとるんで、こいつをここへ持ってこないと、ここだと前が重くてこうなっちゃうんですね。運転さんがチャチーからおろおろって言っちゃうから、せめてここじゃないと。ここだと案外ね、バランス取れてるんですよ。なんとかかんとか、かんとかなんとかなります。こっちへ付け替える。座ると辛いかな。座らないで行こうか。ああ、気象くるやくるやろ。背骨伸ばせやったりゃ。背骨伸ばし。えい、よくあるぜ。これコインレンチでいいんだって。コインレンチクリアーさ。ほんでから持って、で持って、ほんで持って、あっこらへんせ。それで、バコンと、まったかチェックして、あまり回しちゃうとよろしくないから、こんなもんで、チェックして、はい、ストッピ。ストッピじゃない、スタンバイ OK。いくらへんの、こいしょ、こいしょ、こいしょ。こいしょ、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 ね、これだけ開いてると、ほら、こんな傾いてても倒れないです。すぐ開けや。上がれる。こんな使い方すんの。はい。この状態だと、この三脚でギリです。ギリギリです。強い風が吹くと、動きます。動いちゃうんです。レオフォトクラス買ってください。高いです。10万クラスします。10万。